ニンテンドーゲームキューブは、ニンテンドーが2001年に発売した家庭用ゲーム機。略称は、ゲームキューブ、キューブ、GC、NGC、GCN。開発コードネームは、ドルフィン。本体及び関連製品の型番には、ドールが付けられている。2002年に、日本のグッドデザイン賞を受賞している。ニンテンドー64の反省を踏まえ、 瞬間最大性能の高さよりも安定的に高性能を発揮しビデオゲームを作りやすいハードウェアとすることを念頭に開発された。岩田聡氏によると開発で最初に重要視したのが数字主義、スペック主義からの決別である。いくらスペックが素晴らしくても実際にソフトを開発してみると使えないスペックが多くスペックが嘘になってしまうことを踏まえピーク性能を 重要視するのでなく、現実的にゲーム作りで使える実行性能を重要視している。任天堂ゲームキューブのスペックは、任天堂64と比較して、CPU 速度を10倍、グラフィック処理速度を100倍を念頭に開発されたが、ピーク性能上はそれを満たしていない。しかし、岩田によると、実行性能としてはまさに依頼した CPU10 倍、 グラフィック100倍が達成できたとしている。CPU には PowerPC750 をもとに IBM が拡張した独自 CPU、月光を使用している。IBM の同チップ技術は同じクロック速度で、インテルのアルミニウムペンティアムチップよりも高速に動作し、低消費電力を特徴とし、低温で動作するとされている。メモリにはモーシスの開発した HTSRAM を 採用し、d r a m 並みのコストで、SRAM 並みのアクセス速度を実現している。コストの制約から、搭載量は 24MB にとどまったが、16MB のシンクロナイズド d r a m で補い、グラフィックチップの台上にグラフィックメモリを搭載することによって、高速なアクセスを維持している。グラフィックチップであるフリッパーは a r x が開発した。 同社が ATI テクノロジーズに買収されたことにより、フリッパーは ATI テクノロジーズのものとなり、Nintendo GameCube の筐体には ATI テクノロジーズのロゴが重付されている。製造は日本電機により行われた。ゲームソフトのグラフィック工場に伴うの大容量化に対応するため、Nintendo の家庭用ゲーム機としては初めてメディアとして光ディスクを採用した。 光ディスクは、任天堂と松下電気産業が共同開発した DVD を元にした独自規格で、直径は8センチメートル、データ容量は約1 5イト、下部方式とすることで高速なデータ読み込みを実現している。データ読み込みの速さ以外にも、普及している一般的な規格と異なるものにすることで、違法コピーを作りにくくするという海賊版対策も、 あり、松下電気産業の著作権保護技術が使われている。任天堂ゲームキューブコントローラ。コントローラは、任天堂64のコントローラブロスより小さくなり、グリップを2つに改めた。操作系を左手、右手の2系統にまとめ、A ボタンをホームポジションとすることで、他のボタンの役割を明確にした。機能面でも、新たにアナログスティックを1本。 アナログトリガーを左右に一つずつ設け、振動モーターも内蔵された。日本での販売台数404万台、北米で1294万台、その他477万台。全世界累計販売台数は2174万台。公式修理サポートは2012年7月に終了した。なお、同時にゲームボーイアドバンスの修理サポートも終了した。DVD。 ゲームプレイヤー9。松下電気産業から DVD プレイヤーと家庭用ゲーム機の複合機 DVD ゲームプレイヤー9が2001年12月14日に日本で発売された。任天堂ゲームキューブコントローラーを直接接続している Wii。任天堂が2006年に発売した家庭用ゲーム機 Wii は任天堂 t e ー d o g a m と互換性を持っている。 オンライン機能は使えず、Nintendo GameCube 用の周辺機器が必要となるが、すべての Nintendo GameCube 用ソフトを使用できる。Nintendo GameCube 向けのソフトウェアは、北米で七百六十一種、欧州で四百七十二種、日本で二百七十二種が販売された。最も売れたゲームソフトは、大乱闘スマッシュブラザーズデラックスで、全世界で七百四十万本超を販売。 ついで、マリオカートダブルダッシュ、の喉696万本、スーパーマリオサンシャインの喉628万本だった。また、ニンテンドーゲームキューブ向けに新たには開発された、ピクミン、ジビロボ、メトロイドプライムそして、ルイージマンションは、ニンテンドーゲームキューブ後の家庭用ゲーム機向けにも、続編が販売される新たな人気シリーズとなった。ニンテンドーゲームキューブには、 別売で用意されるモデムアダプタおよびブロードバンドアダプタに対応するゲームソフトが8種類販売され、それらはインターネットもしくは家庭内 l a を利用することができた。任天堂ゲームキューブコントローラ任天堂ゲームキューブワイヤレスコントローラウェーブバードゲームボーイアドバンス任天堂ゲームキューブゲームボーイプレイヤーアスキーキーボードコントローラホリデジタルコントローラーブラック メインメモリスプラッシュ。モーシスの刻印がある。コネクセントのロゴが演示された、半導体を装着する、モデムアダプタの基板。カスタム IBM パワーシー月光システム LSI フリッパー、ATI とともに、NEC のロゴも刻印されている。発売当初は、折しも、アメリカ同時多発テロ事件直後であり、世界中のメディアに自粛ムードが広まったため、発売直前。 直後においてテレビ番組の特集らしい特集が組まれることがほとんどなかった。大乱闘スマッシュブラザーズデラックスやゼルガの伝説風のタクトスーパーマリオサンシャインなど人気を博したゲームソフトも存在したがサードパーティーのソフトの売り上げが少なかったため世界的な評価は低いまま終わってしまった。またゲームソフトがロムカセットから 今までに例がない 8cm メーディスクという独自の企画になったこと、そもそも世間的にゲーム離れを起こしていた時期であったこと、さらにソフトのパッケージが紙製で非常に痛みやすく、買い取り価格が全体的に低かったことが売り上げ不振を招いたと言える。子供向けの印象を払拭できなかったことも大きく、重大後半になったらニンテンドーハードを卒業するという風潮が、 ハード展開期当時は世間に漂っていた。国内では不審であった全ハードの任天堂64よりもさらに販売台数は下落し、好調であった北米市場でも本ハードから優位性を失ってしまった。とはいえ、常述のように人気の高いゲームソフトもあり、ゲームキューブのゲームソフトはリメイクや移植が少ないのも相まって現在でも 中古価格が高いゲームソフトがいくつかあるなど、今でも一定の人気を集めている。また、本ハード販売中に起きた、市場のゲーム離れの経験は、後に、ニンテンドー市場記録的ヒットとなる次世代機 Wii の開発へと繋がっていった。ニンテンドーゲームキューブ本体は、一部のゲームソフトで、ステージやアイテムなどとして登場している。ただし、 操作の説明や注意書きとして登場しているものは、ここでは対象にしないものとする。ありがとうございます。